剣道大好き剣道大好き、せーのなんだよ。最初せーのでいくんだよ。なるほど。なんかせんちゃん、いやすいません、いや違うんですよ、僕じゃなくてですね、なんか三段さんがですね、なんか今日大切な話があるって言って呼ばれたんですよ。そうですね、大切な話、はい、いや別に LINE とかでいいじゃないですか。いやなんかぜひここでのカメラで、まあ、そうだね、直接お話ししないといけないなというのがありまして、なんかまあ僕実はですね、はいはい、まあプライベートというか、まあシンプル仕事の関係で引っ越さなきゃいけなくなってしまい、はいはいはい、まあ、剣道三段五段での活動がちょっと厳しくできなくなってしまったので、はいはいはい、まあ、この度今回をもって、なんですか、卒業したいと思います。え、本当にありがとうございました。いや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 、だって二人ともイグザイルと言ったらオリジナルメンバーじゃないですか。そうですね。アツシと。まあね、オリジナルメンバーじゃないですか。例えが下手すぎる。いや、EXILE はみんなオリジナルメンバーじゃないですか。おそらくなんだけど、はい、せんちゃんそんな喋る感じでもない。今もっと実はそう驚きのことを言ってるからね。いや、まあ、そうなんですけど、まあ、でもね、僕も剣道もやめるわけではないというところなので、はいはい、まあ、いつか剣道を通じてね、また皆さんとお会いすることとかあると思いますし、まあ、でもやっぱり活動を続けてきた 4年間ぐらいですか、やっぱりちょっとずっとやってきたことなので、やっぱ卒業するっていうのは寂しい部分もあるし、五段さん大丈夫かなっていう心配の気持ちもやっぱりありますので。ちなみに何が一番きつかった、何が一番きつかった、始めたての千本跳躍素振り、千本の差があります。そんなあったんだ。まあちょっといろいろ話せないこととかあったりとかして、なるほど。まあどうしても視聴者さんからしたら当たり前に僕らが悪者に見えたところじゃないですか。誤解を招く時もある。そう、まあいろいろあって、そこでの跳躍素振り千本の差、夜、ね、あれはすごかったですよ。本当。それは本当に言えないやつ、言わないけど、それは本当に言えない、本当に言えなくて、ただね、はい、ちょっとさまざまございまして、うん、あの本日をもって皆さん卒業ということで、わ、いやちょっとまだまだ本当に言い足りないこととかいろいろあるんですけども、うん、まあね、本当に視聴者の皆さんもいろいろ応援してくれたりとか、会場とかであっても温かく声かけてくれたりとか、いろいろ本当お世話になりました。本当にありがとうございました。また剣道の会場とか行くと思うので、まあ、その時また声かけ、もうどんどん僕も話しに行きますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。で、サンダさん最後は視聴者の皆さん、もう一回一言だけ、今まで本当にありがとうございましたって言ったから、はい、視聴者の皆様、本当に今までありがとうございました。なんか僕どうしたの。大丈夫ですか。最後まで切り取っていいと思います。いいと思います。またでした。あれでした。じゃあちょっとこれ今後はちょっとセンちゃんと二人で、はい、そういうことなのわけですね。まあちょっとね、ちょっとどんどん僕ら膨れて、ちょっと活動の形を変えていきながらです。AKB みたいに頑張っていこう。今度じゃあイグザイルみたいな。エグザイル。なんでエグザイル絶対戻したいんですか。今日大事な話。あ、そう、大事な話だ。絶対エグザイル。本当ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。これからも応援よろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。もうテンションぶち上がった。中山筋肉みたいな。昔憧れてましたね。僕の全盛期だったら本当に小学校の年生強かったね。負けなかったよ、ね、なかなか負けなかったですよ。すり足ダンスエボリューション。自分でめっちゃ受けてる。自分でめっちゃ受けてる。あ、それではいい。ごめんなさい。パン。タン、あ、編集だ編集だ、タン編集だ編集だ、これ2個しやすいな。
違う。それは私の方が大きいんで、あの身長だけで、ね、サンダーさんはそんなことないですよ。器で言ったら僕ですよ。いやいや、私じゃ僕です。ああ、僕です。器小さいじゃない。だって怒ったりしないとかと思うんですよ。いや、喧嘩のノリじゃないですか。いや、喧嘩のノリでしょ。話が聞こえない。さあ、こいつ。だから、三段さん、いろいろね、だから。